はいどうもーガチでーす今日はすでにパライオツなんでここに <laughs> ワイルドターキューはありませんいやーこの間ジンビームいやーなかなかねうんいい <laughs> 味なんだけどあれは二日酔いするわってなことで今日はこれですよこれねそうあんまり長くなっちゃうとあれだけど 今日はね場所も違うからさあどういうことでしょうブラックスターまあいいけどね。<laughs> で中学に入って、まあ、ギターに逃げたわけじゃないけど何か取り込む取,取り込むだって失礼いたしました取り組むにはねギターがいいベスサ逃げたわけじゃないよのやってたの。ごめんね酔っ払って。<laughs> で まあギターを弾くわけですよそこで俺がだから中学入ってそう1年の終わりぐらいだな恋に敗れて勝手にでその後に <laughs> 箱根に行って見透かされて <laughs> もうギターしかないわなでもその時正しい方法を知らなかった俺は。 ダメでも今からやるからね大丈夫だからねそれはいいとしてで何が言いたいかというとっって言っちゃいいいけななごめんなさい中学生の「中坊じゃないよ中学生あ」ゆっくり喋んないとね中学生の3年の時に初めて「ラックコンサート」行くんですよ。あっ武道館。ね武道館なんて行ったことないからね俺ほら帰宅部だったから。<laughs> 柔道とか剣道とか興味ないからねそこで初めて行ったんだねキスびっくりしたよ最初聞いたのがそれもだからドーナツ版ドーナツ版わかるよね昔の人はね小さいねこの45のスピードで聞くだよな33が LP で45が EP だよねまあ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  <laughs> それの入りきいた Shout It Out Loud と B 面だったけどなんかもう一個あったもねでなんか最初キス聞いた時に「Shout It Out Loud」って最初ねそのクリーンな音なのよ「ててて n て e て Tet, t a ってさえキ、ー、スってこんななんだと思いながらアルバム聴いたのかなあの子のまあ全部思ってたけどね今一番好きなのは「Dressed to Kill」あれは セカンドかなあシンプルなサウンドが好きなんだけどまあそれで KISS のコンサート買ったわけよ、ね、それから何十年も行くとは思わなかったけどそこで KISS コンサート行きました15の時に1個だけエピソード言うとあまり、あ、長くなるとこれまだ2つに分けなきゃいけねえな,いな <laughs> あいけないですねすいませんねパラエフツなんで、ね、<laughs> そんなのんではないんだけどねまあそんなことは聞きたかねえかで15で初めて。 ってみましたロックショーこれはね今は亡き清志郎さんの言い方ねあロックショー」「ロックショー」ねあダメだ酔っ払ってきた <laughs> それでまあ行ったわけですよあ一個エピソード言うとね始まる前うちら学ラン着て行ったんだっけないや学ラン着てないようちらはなまあ何人かで行ったのよでどこだったっけな武道館結構正面の いい席だったんだけどまあ二階席だったような気がすんな忘れちゃったそれでまあ興奮してるわけよ初めての武道家初めてのロックショー、ね、コンサート <laughs> ビビったよねよく行ったよなでなんかもうみんなもう会場も興奮してるわけよ初来日だからキスってどんなやつなんだね思ったわけ当時ねあんなメイクしてなんだと思ってたけど行ったわけよ こうしたららさまだ場内の明かかりがついてるからねもちろんキスだから「射幕」って言わないのか「射」じゃねえもんな幕がこう降りててステージは見らんないわけよなその後どぎも抜くんだけどそれでみんなでワーワー言ってたら後ろからさ紙飛行機が要はほらロックのロックっていうかコンサート行った人なのは分かると思うんだけど座席にほらね次のコンサートとか、まあ、チケット買ってくださいよみたいなこうチラシがいっぱいあるわけじゃん。 それを折って後ろからピューピュー紙飛行機が飛んできてよパンって頭に当たったんだよ。あれ何だこれやって後ろを向いたら <laughs> こう爪入りのすごいなんか長ン着てた人がバッてたって「俺ら士官だけどなんか文句あんの?」って言われて <laughs>「当時さ知らなかったよ国士官なんて知りませんよ <laughs>、ね」。ね でもさどう見てもまあ年上だよね主観はだから高校生からか。で <laughs> ビビって「はいとみんなで後ろ見たけど「いや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 すいませんでした」っつってそれ嫌、ね、な気分だったんだけど <laughs> 長えな今日な嫌な気分だったけど2回目回してんだけど意味ねえなまあいいや嫌な気分だったんだけど途中で切るからね。 <laughs> そうしたらサ、サブスクライブプリーズ、ご登録お願いします。は、あのー、言ったと思ってね。一 <laughs> 応テロップ出すかもしれないけど、<laughs> まあいいや。それで、嫌な気分になったんだけど、ね。ブーンと会場が暗くなってさ。All right。言うわけよ。You want the best。You got the best。The hottest band in the world。 って言ったらさバッグがドワーッてなくなっていきなりさああ多分デトロイトロックスティだよねディーロ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 って始まったら炎がボンボンってきてさ2階席まで顔が熱いんだよ。いやーショックだったねーってなことでこの辺でちょっとあのね写真行こうね。これは何かっていうと要は当時15歳でしょうちにビデオがが来たのが 前も言って、まあ、ずっと見てくれてる方はお分かりだと思うが <laughs> 親父さんがうちの親父さんがね亡くなった親父さんが初めて橋幸夫さんのテレビ出た時に奮発して買ったのがビデオ VHS だからまだこの後はだよ全然後だよあれを俺いつだか、ね、忘れちゃった俺はでも高校生ぐらいの時じゃないかなだからビデオなんかありませんところがこの後ね NHK で「 このねキスのコンサートを放送したんですよ。するって後でね。もう俺が行った回かと俺はねだから15歳だから1970うん、？7年かそうだよね62。77年の4月の俺は1,2,3ぐらいだったのかな。どれか行ったんだけど。まあ俺が行った回かどうかは忘れちゃったけど。まあテレビでやったわけよ。どうにかさ見たいけど残したいじゃん。 当時映るんですって言ったんだっけなまあインスタントカメラの紙,紙のやつねあれがあってそれで撮ったのがこの写真さあ行きますよはいダーン何から行こうかこれだこれがだからさっき言った炎が上がった場所よこれをさ中3の時にやられたらそりゃどぎも抜くよね音もバカでかいしさシャーリシャーリじゃねえじゃんとか思ってああ いいね、次ダンポールだよポールかっこいいよねこれ「ゲ f i ファイアハウス」って言って始まるやつはねこれあれだよねアメリカのあれ消防士のヘルメットでねこれかぶってさ歌うんだよで次のポールはこれかっこいいんだよこれこれは何の曲の時だっけな要はフライング V をさバイオリンフライング V の V はバイオリンだかどうだか知らないか V シェイプだけどバイオリンにもかかってんのかなあれ今なんか気づいちゃったそれをバイオリンのようにして弾くわけよかっこよかったねポールもう一個ポールそのフライング部員当時ギブソンのフライング部員だったんだね今ねアイバニーズイバニーズのね欲しいんだけどさクリソツのあクリソツって言っちゃいけないからそっくりなモデルは150万だよ買えねえっしょ似てるっていうかそのベーシックのやつでも50万だからね まあいいやこれで階段駆け上るんだヒール2 0ンチぐらいあるんだぜこれで踊るんだよえ六68になって今でも踊ってたけどさこの時はもうブチやブチじゃないガチ踊るんだよでこれ階段駆け上ってった子だよね次ジーンだジーンおジーン好きだったよまああとでちょこっとやるけど俺はだから中学2年の時に 初めて3年生を送る回なんだけどいやキスやろうと思って第4中学校で俺は初めて俺はエレキを弾いた男だからねまあ盤があって前も言ったっけ台盤はあのビートルズを軽やかにやってたけど俺はキスやったんだよ血吐きながらギターだけどなその時にやったこれだねあの子を満足させるにあってよく NHK でこんなテロップ出たよねジ次のジーこれだよ。 さすがね怖くてね火は吹けなかったよ、うん、血は吐いたねトマトケチャップで辛かったねその後もなんかね歌が歌えなかったけどね <laughs> そうそうそうこれこれ前後しちゃったけどこれこれ血吐く前ねたっぷり見せるよねまあジー・シモンズはね映画に出てるくらいだからね好きなんだよ演じるのがね <laughs> ガラブ・サンダーだね次ねちゃんとピーターもいるよクリスもね ピーー・タ薬と酒でフフフフフ言っちまったピーター・クリス,い、ね、<laughs> ーークリスだいぶ長くなってきたかな <laughs> ねえベスって歌がさベスだ,けやーコーリンだよこれがさ日本でヒットしたんだけどいや分かんないよ当人から聞いたわけじゃないけどでもあっちょっと待ってここで今本を持ってこようこれだ。 声は言ってからそっちねこれだったっけなこれとこれか今ね本を取ってるところだからねちょっと画面からあるけどはい戻ってきましたねこれだこれこれこれ見えるこれねこれを読むとまあピーター・クリスはねいやファンがいたら怒られるかもしんないけど勝手なやつでさ俺にも歌わせろとあんた後ろでドラムばっかり ドラムスばっかりね戦かしてんじゃねえよっつって歌ったのが最初がベースなんだ「ベース」「ベース・ア・ヘラー・ラ・カーレング」だよ。ねえそれで歌っちゃったけどまあそんなやつさだから1枚しかありません次エースエースいいよねシンプルでねでもこれも酒に溺れてクビになるんだよねいや俺はビッグになったことわかんないけどさそうなるもんなのかね、まあ、いろんな人がいますけどねってなことで前半はこのぐらいで 写真も終わったことで、えー、言っちゃうよ。サブスクライブプリーズ。ご登録お願いします。<laughs> あ、メガネ撮ろう。ね。<laughs> ね。評価、どんどんバシバシ入れて。ね。こっちだよ、こっちね。と、ね。コメントお願いします。まあ、見返すからね。それでは、ガイチでした。ピローレイン。